おしまい。一冊の本を読み終えるとき、心が草原のように広がっていくの。もうワクワクできないんだわって思わず後ろを振り返ってしまうような寂しさもあるけれどね。そんな時はもう一度ページをめくるの。世界は一体どれくらい広いのかしら。人の持つ言葉は一体どれくらいのバリエーションがあるのかしら。でもね、今読み終えたのはとてもとても短く小さなほんの少しの言葉だけのラブストーリー。街角で毎日すれ違うような、誰もが当たり前のように気古して忘れてしまうような、始業前の教室でまだ幼い主人公の女の子に私を重ねる。夕暮れのビルの雑踏の中に誰にも言えない秘密の恋の相手を探す。一日を終えて夜ベッドの中、そっと何度も繰り返す別れの言葉。明日はどんな本を読もうかしら。読みかけの伝記がいいわ。図書館でまだ見ぬ国の辞書をくくるのも。でもまたブックストアで山積みの薄いペーパーバッグを買って、公園でお気に入りのしおりを挟もう。おやすみなさい。いい夢を。Thank you.